どうも、ふきのとうです。今日はですね、一回見るだけで5点アップ、センター文化史の平安時代やっていこうと思います。文化史でフォーカスした新コーナーとなってます。今回ほんまに自信作で最初から最後まで見てもらえると、絶対5点アップ、間違いなしです。ぜひ最初から最後まで見ていってください。ではね、やっていきましょう。まず、平安文化を抑えるためには、3つに分けることが大事です。公認上眼文化が最初。 で次有名な国風文化最後が陰性期の文化ですねまず公認上眼文化の特徴としては平安初期で特に大事なのがこの密教文化っていう側面が大事ですどういうことかっていったら密っていうのは秘密の密ですよねだから秘密仏教の文化だよっていうふうに押さえてください密教文化3つポイントがあります 1>, 1つ目、大乗仏教の1つだよ。だから要するに、上座部仏教ではないよということが分かります。まあ、日本の仏教は大体大乗仏教ですよね。で、次、カジキ島。カジキ島というのはお祈り。ナムアムラビスみたいな感じでお祈り。ナムハムラビスはちゃうか。けどお祈りをするのがカジキ島です。古文常識でもやるとおり、カジキ島ではカジキ島を出てきた瞬間に密教文化だよということは押さえておいてください。 で、次、原生利益。もうこれが一番大事ですよね。原生利益、どういうことかっていうと、死後じゃなくて、今生きている間、原生。だから今生きている間に幸せが訪れるようにっていうのが原生利益です。だから、例えば、えっ、ー、と、いいお嫁さんを迎え入れますようにとか、穀物が豊作でありますようにとか、今原生での幸せを願うのが原生利益。これと密教文化。 これは絶対に押さえておいてほしいです。超ポイント、押さえておいてください。で、次。密教文化は、真言衆、天台衆のまあ2つに分かれるんですけども、まあ、皆さん、これは、真言衆、空海って結びつきは大丈夫だと思います。真空っていう、まあ、中学校、中学校レベルかな。で、習う語呂合わせで、真空って覚えておいてください。で、この真言衆の別名、なんとか密って言います。分かりますかね そうですすって言いますで一方で天台宗の方は最最天才略寺比叡山天寺寺山台宗最澄略寺、まあ、これはもう当たり前に覚えておいてほしいんですけどもなんとか密って言い方わかりますかねあで押さえておいてほしいのが最澄が天台宗を始めたのは始めたんですけども最澄時の天台宗は密教ではなかったんですよね。 で、この弟子の頃から始まったんですけども、まず、天台宗は何とか密っていう時は何て言うでしょうか。答えは、大密ですね。天台宗の大とこの大密の大、一緒な感じですよね。大っていう字。だから覚えやすいかなと思います。じゃない方が、東密っていう風に押さえておいてください。で、最長の弟子の二人の名前、わかりますかね。誰々と誰々の頃から密教が始まりました。 これも押さえておいてほしいです。縁人、縁鎮です。縁人、縁鎮、二人。面白い名前。面白い名前って言ったら失礼なんですけども、覚えておいてください。珍しいですよね、こういう名前。次、国風文化やっていきましょう。国風文化は平安時代、中期、中頃の文化ですで。陰性時期は含まないよ陰性時期は後期の陰性期の文化になるんで、国風文化じゃないよっていうふうに押さえておいてください。で 末法思想っていいうのがすすごい大事ですこれどういうことかって言ったらさっき密教文化の時公認上眼文化は原生理役要するに今が幸せやったらいいよ生きている間が幸せやったらいいよっていうのがいあの特徴をって言いました一方で末法思想っていうのはもう法が終わるこの世が終わるっていうことでこの世はもうゴミはもう最悪だから来年生まれ変わった時にいいことがあるように期待しようっていうのが末法思想です この世を終わった来席体っていうこの絵文字みたいな感じですよねだから要するに死後極楽浄土天国へ行けるように願ったのもこの時から末法思想が由来となってますで最後、えー、ごめんなさいね陰性期の文化平安末期に地方に文化が広まったんが性期の文化ですこれも押さえておいてくださいねで次比較していきましょう公認上眼文化と国風文化マジでややこしいです これでバンって押さえておいてくださえいい。くだまず最初唐からの文化遣唐使とかもあったように日本と唐ってめっちゃ仲良かったんですよねだからその日本と唐仲良い時の文化唐からの文化が公認上願文化です一方国風っていうのは日本国風ここにカッコ2本って隠れてるような感じで日本国風文化だから日本独自で発達した文化は国風文化ですで押さえておいてくださいこの比べていきますよ まあ最初、密教の話、めっちゃ詳しくしましたよね。婚姻上眼文化は密教文化です。一方、浄土教は、この人、一のひじりって言われた人が有名です。口から炎が4つぐらい出てる人、あの人わかりますかね銅像で有名な。そう、空也です。空也商人。空也が浄土教で有名な人です。もう一人、 王上幼衆を書いたこの人も浄土教、このキーワードで押さえておいてほしい人です。答えは、原神ですね。原神と空也は浄土教の人だよっていうふうに押さえておいてください。次、山岳人。さっき密教というのは秘密仏教って言いましたよね。だから秘密なんであのあの、町の中にお寺を置くんじゃなくて、山にお寺を置いて隠れてこそこそ家事祈とするのが公認定願文化の密教です。 っていう名案が、まあ室、室氏。室氏近藤とか有名だと思うんですけども、室氏。これは押さえといてほしいです。で、一方で、国風文化は浄土教で、阿弥陀堂っていうのをいっぱい作りました。阿弥陀様って今でも聞いたことあると思うんですけども、阿弥陀様に幸せを願いました。阿弥陀様って有名なのが、この、宝条寺。宝条寺っていうのは、藤原の道長。 が作ったお寺で寺寺で藤原の道長と寺絶対押さえておいてください一方でこの陰性の時は「保っ寺ですよねこの保寺「保っ寺カツかつ」って書いた保寺「保っ寺北条寺よく間違えるんで道長の方が「北条寺で陰性の方が「保っ寺だよっていう風に押さえておいてくださいでもう一つコラはもうめっちゃ有名ですよね十円玉の裏に書かれている藤原の頼道が作ったやつです これも、あの、阿弥陀堂の一種なんですよ。もう言っちゃいましたね。例えばそうです。平等院です。平等院法道、法、ま、堂、あ。平等院っていうのは、阿弥陀堂の一種なんだよ。意外と知らない人多いんで、ここ押さえておいてください。で、公認上が文化の時は、この仏像を作る時は、一本の木家から作っていました。これを、一木作りっていうふうに言います。一方で、この寄席造りっていうのは、 今って普通は何でも作るときいろんなものに気合わせて作りますよね。これを始めたのが誰々っていう人です。答えは、上長っていう人なんですけども上長は何で寄木作りを始めたかっていうと国風文化のときは阿弥陀堂要するに阿弥陀仏このいっぱい仏像を作らなければいけなかったんですね。だから一木作りでやってると意外と時間がかかってしまうほんのにだからいっぱい木を合わせて作ればいいんやっていうことで。 仏像を大量生産するために情緒が寄せ木作り始めました。で次、これ仏教の英のことですね。英教のこと、英のこと、密教文化の英のことを皆さん何て言うか知ってますかね。これは押さえておいてほしい。曼荼羅です。曼荼羅っていうのは密教世界の一部を書いてる英で、真ん中に大日如来っていう人が、大日如来という人じゃなくて仏様。 が書いてるのが、えー、となんだらの絵ですで。その周りにたくさんの神様とか仏様がいるよっていうことですね。で一方で国風文化の絵ですね。有名な絵、何か分かりますかね阿弥陀仏が迎えに来る絵です。そうです。阿弥陀仏が迎えに来るって僕言いましたよね。来るんで迎えに来る。来号図って言います。ライゴーズは国風文化この2つ 超ややこしい、もうセンター大品質です。ぜひ押さえてください。でこの後、三筆と三石ですね。三筆っていうのは要するに空用さっき「唐から」って言ったように「唐から」って言いますよね。だから空用中国,のか中国のパターンの書道が上まい人のことを三筆って言います。3人分かりますかねそうです。空海、先の真言衆の空海。 で、上和の辺、立花の早成、で佐賀天皇、三人が大事です。で、三石こっちの方、分かったらなかなか日本史オタクじゃないですかね。小野の道風、藤原の稀馬路ですね、サリ、どっちでもいいと思います。で、藤原のな成、この三人が三石三石っていうのは日本風だから、 和洋での書道が上手い人が三席です。要するにも公認定が文化ってめっちゃ中国関係あるんですよね。だから中国風が三筆、日本風が三席って覚えておいてください。で、直線監視集と直線和歌集、押さえていきましょう。監視、開封層っていうのを覚えてますかね。奈良時代に開封層ってありましたけど、その後です。直線監視集。 直線っていうのは天皇が作れって言ったのが直線って意味です。直線監視集、有名な3つ押さえてますかね。一番最初の直線監視集が、両運次が文化修例州、渓谷集、この3つはもう押さえておいてください。渓谷集は空海が作ったやつですね。で、直線和歌集で押さえておいてほしいのは、古今和歌集と新古今和歌集です。 これどっちも国風文化なんで押さえておいてください。あれ普通の人間違ったこと言ったやん。って今思いませんでしたかそうなんですよ。今間違ったこと言ったこと、間違ったことを言ったっていうの気づきましたかねそうなんですよ。新古今和歌集は国風文化じゃなくて、これは鎌倉時代の文化です。めっちゃ間違いやすいんですよ。だから新古今和歌集は、えー、っと、国風文化じゃなくて鎌倉時代だよ。 要するに、古今和歌集が押さえておいてほしい国風文化の直線和歌集です。新古今は鎌倉なんで国風文化じゃないです。押さえておいてください。あ、で、そうです。この曼荼羅と雷ラー図、めっちゃわかりにくいんですよね。どっちがどっちか皆さんわかりますかね。向かいに来ている感じなんが、こっちの右側の方の雷ー図。左側の方が曼荼羅です。 マンダラこのの一番真ん中、センターにいるのが大日如来ですで。その周りにたくさんの神仏が囲んでいるで正方形というのが特に特徴ですかねマンダラっていうのはライゴーズっていうのは横長の絵でなんか迎えに来てる感じですよねなんかかぐや姫をなんか神様が迎えに来るみたいな感じのなんかイメージに僕似てるなって思うんですけども阿弥陀様真ん中にいるのが阿弥陀様ですライゴーズの方は阿弥陀様が迎えに来てるよっていうのがライゴーズです 最後、もう平安町の文化、ポンポンポンって押さえておきましょう。平将門の欄、をいいた最古の軍基物、これ分かりますかね昭門器です。正門の印、平将門、正門、一応ですよね。これを昭門器っていう風に言います。これは陰性期の文化です。最古の軍基物っていう風によく出てくるんで、押さえておいてください。で次、全9年の駅を題材としては、源の 吉と吉家対安倍氏が戦ったのが全9年の駅です。これを題材としたやつわかりますかねヒントは安倍氏どこの地域の人かなっていうのがポイントです。六脇です。安倍氏っていうのはこの陸奥の方の人だったんですよね。今の東北の方です。陸奥の方の人だったんで陸奥脇。この「弔問記陸奥脇」よく対比で出てきます。 押さえておきましょう。これも,もう超品質石関聖事を褒めてるのと石関聖事をディスってんのどっちかどっちかほんまにややこしいですよねこっち上の方褒めてるのが映画物語栄えてる花もうめっちゃ褒めてる感じしますよねだから映画物語ですで大鏡の方四鏡ポイントは四鏡の一番最初大鏡は 節政治、要するに道長、えー、と寄り道の方をディスっているっていうのが大鏡ですね。この2つもうめっちゃ対比で出てきます。押さえておきましょう。で次、後白河上皇が作った今用の歌歌謡を集めたこの集めたやつを何というかしてますかね。これも「良人美少」です。これも絶対押さえておいてください。 いけますかね皆さん大体完璧ですかここも絶対押さえておいてほしいし、まあ、皆さんも3ページ分是非押さえておいてくださいでは今回終わろうと思いますありがとうございました